さんこんにちは。今日もまた楽しくボールを蹴っていきたいと思うんですけども、大体皆さんね、たまには翔子ボスボコボコにされるところを見たいということで、今日はボコボコにされそうな相手のところに来ましたよ。法政大学。法政大学といえばね、関東一部リーグもう超強豪ですよ。超名門、入りたいからといって入れるような大学ではないです。でちょっと法政大学を思い浮かべた時に、一人やっぱ後輩を連れてこようと思って紹介したいと思います。せいなくんです。じゃ、前回レガテでナイスキーパーだったから、ありがとうございます。今日も絶対止めてくれると思って。久しぶりでしょ、法政大学だから。彼、いや相当久しぶりで、僕の頃まだグラウンドも土だったんですけど、すっごい良くなって、こんないい環境で。めちゃくちゃいいグラウンド。めちゃくちゃいいですよ。でなんかあれでしょ、監督が知り合い。そう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 、監督が僕の1個学年下の選手で一緒だった子で。え、待って、監督が後輩なの？そうです。おじさんよ。おじさんなんです。だいぶおじさんになってる。おじさんなんですよ。いやでもね、こないだ結構ナイスキーだったじゃん。はい。俺期待してんのよ、おじさんにも。いける？まあ、後輩に負けるわけにはいかない。ほぼ倍ぐらいの年齢なんで。もう大学生ぐらいになるともうノリいいから。これよ、この煽りよ。攻めた回数と同じ数、これが攻めて、守る番もある。2点差以上ついたら、俺が負けたら PS5 とスパイク2足持ってきてるから、 7.5 のレブラと26のモレリア。 5.5 に買いたげてもいいよ。ちょっと荷物がいっぱいにありすぎちゃうから、これしか持ってきてないけど、2点差以上ついたらこの2つ、この3つあげるんで。じゃあ応援。じゃあ俺の味方いた。大体俺味方いないから、ちょっと映してあげて。いいねしてるやつ。いいねしてる。名前は？役所です。俺にいいねしてくれる役所だけ、はい、もうみんな覚えて。はい、覚えてちょっと応援して。OK。レッカー。デビー。背負って。バカでかい。並ぶ。わー。あー、いけ。でかい。名前と、まあ、もしあれだったら出身校とか、なんか選抜とか、自慢があれば自慢とか。自己紹介してスタート。相田デビットです。頑張ります。いきます。頼む。じゃあ、遅いじゃん。早かった。おかしい。中川の打てる、自慢は全日本大学生が入ってました。お願いします。お願いします。俊介です。東福岡高校出身です。関東選抜入ってました。じゃあ、ガモー。オッケー、頑張れよ。ドラゴン決めてくれ。青木ドラゴン手助けるだ。薬師田レイです。大津高校出身で選手権準優勝で日本高校選抜です。お願いします。やっぱりね、大学生になると普通に決めてくるのよ。ちょっと開けるとシュートも上手いのよ。新井俊輝です。出身校は
静岡学園です。好きなアーティストはミスターシュウエイです。お願いします。やだ。少子高校出身です。もう一点決めてくれ、クロセ。まだある、まだある。おー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 。中村調査です。マリノスユースです。頑張ります。福岡アンダー18出身です。2019年度プレミアウエスト得点王です。モヤオマルコム剛です。全日本大学選抜でした。キーパーに助けられて7点ぐらい取られると思ったんだけど、でもやっぱシュートチャンスまで見に行くよね。うまい。もうシュートまで行かないと止めるのは結構このレベルになると無理ですね。でも僕の攻め、今11回ディフェンスして3点決められたかな。だからとりあえず3点目標にまずは行きたいと思います。よし。中橋です。徳島市立高校出身です。アンダー22日本代表候補です。名古屋グランパスユース出身、FC 岐阜内定萩野光大です。頑張ります。よっしゃ、よっしゃ、頑張るよ。はい、OK。 ありがとうございます。5メーターの相手の方。
ごめんなさい、帰っちゃった。よし、来週、まず点決められてるからな。さあ行け。ヤクシー、ヤクシー。うん、もう。僕がこの5人選びました。味方、モヨ、パワー系です。
テクニック系です。バランス系です。長身系です。適当系です。もういろんな種類があるんで、これこんがらせて勝ちいきます。以上です。気合入れ直して疲れてる、汗尋常じゃないけど大丈夫。いや止めて、止めれば勝てるから。頑張ります。よし、早いんだよみんな。俺の抜かれ方分かってきた。分かってきた。置いてかれるときは完全に置いてかれるから、ね、そうそうそう。もうその瞬間出て。OK 分かったよ。よし、いや最後頑張っていきたいと思います。もうこれ僕が負けたらこれ全部3つあげるんで。あ、全部あげるの。はい、素晴らしい。盛り上がるね。絶対勝つぞ。後半勝負。次の勝負なんですか。5本にしようと思ったけど、何でもいいよ、3本でも2本でも1本でも10本でも。いやもう本気で勝ちに行ってるから、こっちも3本で行こうか、3本で3本でこれは8キロノブ、デイビー、青木でいやデイビーって言わねえぞ。デイビー最初来た。1点でも決めてくれたら絶対ゼロで伝えるから。あ、近い。寿司やってみよう。パワーです。
勝負、これ勝てるぞマジで。体幹が本当体幹、相当トレーニングしてるね。あそこね、切り返した後にいいもん、ブレてないもん、全然ブレてない。今3回中2本決めないと同点。よし、シュートも出せません。相手の特徴を消して完封してあります。同じく。よし、行け。ノブとモヨで終わらせてくれ。気を教えてやれ。うわあ、もう見えてきたよこれ。距離打ってくる。もうガイ打ってくるぞお前。誰で右側に。もうガイ打ってくるぞお前。誰で右側に。もうね、やっぱ大学生は切り返した後の体幹とか、そこから弱いシュートしか打てねえだろうと思ったところからの精度のいい強いシュートとか、もちろんパワーとか足の長さとか、そろそろこのレベルと戦うのやめようかな。ちょっときつかった。きつい。もうあんま勝てるしないわ。ただまあ楽しかったですね。楽しかったですね。やっぱ上手い子たちと戦うのは、うん、どうですか先輩として。いや、こんなにレベル上がって嬉しいです。この法政大学のメンバー覚えておいてくださいよ。バリバリサッカーうまいから、どっかで渋谷とか行ったら女の子とデートしてるかもしれない。発見してくださいね。またこうやって大学とかね、一緒にサッカーしたいと思います。皆さんも大学のサッカーとか、あの YouTube とかでやってるんで見てみてください。結構面白いですよ。ぜひ法政大学の皆さんを応援してあげてください。それではありがとうございました。ありがとうございました。